皆さんこんにちは、並木です。そして小野田道久です。お願いします。よろしくお願いします。はい、ということで引き続き、はい、今日は小野田さんと対決をしてるんですけども、前半4ホールは、なんと2打差、はい、小野田さんが2打差リードで対決しております。はい、まあこれからでしょう。なんかあれですね、私だったら2打差ついちゃってたら余裕ですイエーイみたいになるんですけど、まあ僕もアマチュアだから、その いろんなミスがやっぱ出るんで、そうなった時のやっぱ対処法ってまだまだ未経験な部分がやっぱあるんですよ。調子いい時はいいんですけど、悪くなった時にどうリカバリーするかみたいなところですよね、うん、やっぱゴルフってね。でも理想の姿勢です。私もそうありたいです。はい、いや違うんですか。調子乗っちゃうんで、はい、気をつけます。はい、ということで、じゃあ続いて5番ホール、371ヤードパー4です。はい、じゃあ小野田さん、青ティーからお願いいたします。お願いします。斜面の方向打ってっていいのかな。斜面の方向でいいはずです。はい、あー斜面過ぎたか。耐えて、どうだ、耐えて耐えて、わからない。うーん、なんともちょっと、またまあワンペの上がりましたね、近くに。まあでももしあれでもワンペですもんね。まあどっちにしろワンペはワンペなんで、OB じゃないから、はい、大丈夫です。テニスもめちゃめちゃゆったりスタイルで、あ、そっか、それがやっぱゴルフも同じように、ね、力がなんかこう、もっと、うん、力んでるつもりなんですけど、はい、力んでる風に見えない。うん、見えないです、全然。そうじゃないですか。めちゃくちゃ力んでるように、力んでるんですよ。あ、そうなんですね。テニス界の中で最も才能がある人と。そんなことないです。そうなんだ、やっぱ。上げないでください。どんどんミスが出るから、俺。私は、黄色旗のちょい右ぐらい。で、行こうかなと思います。よし、あ、大丈夫、ちょっと右攻めすぎた。大丈夫ですね。同じぐらいですかね。僕のがもっと右行ってる感じ。あ、そう、若干右入った感じ。右ですね。今何ちゃ微妙は微妙ですね。微妙ですね。うん、いや、やっぱりいろんなミスが出ると考えちゃって、うん、あ、左ダメだなと思ったら右に構えるし。わかります。それを自分で修正しようとしちゃうんですよね。176ヤードなんで届きませんので、3番ウッドでちょっとバンカー手前らへんを、うわっ、ミスショット。そうなんだ、あれで。でも大丈夫ですよね、あっちだったら多分どっかあります。右のフェアウェイからフカぐらいな。ありがとうございます。はい、52で一応カート気にならないですか。大丈夫ですか。大丈夫です。はい、うまい、ナイスです。危な、多分いいとこです。え、どこ打った、わかんない。多分いいとこに行ったはずです、このまま。ちょっと私今日パー取ってかないと、まあパー取ってもちょっと厳しいんですけど、ただあれですよね、普段だったら絶対ハンデをもらう方と、まだ一応まあそのティーの距離はあるとはいえ、多数のハンデもあってないので、まあでも私も合宿5なんで、これさすが、ね、にあのやっぱ厳しい条件でやっていかないと勝てないんで、ベスト切りが待ってますからね。そう、挑戦しなきゃいけないんで。じゃあ W で、ちょっと W 大きいんでハーフぐらいで。うまっ、どうだ、ナイス、よっしゃ、こりゃうまい。ありがとうございます。ナイスです。ありがとうございます。バンカーが口を開けて待ってる。大きい口ですね。大きい口だ。あー、行かないで。5、超えて。危なぁ。ナイス。お、乗ってない。どうでしょうか。でもバンカーよりまだいいな。まあ、はい、乗ってる。おー、はい、ナイスです。おー、危なぁ。すごい、ナイスです。ちょっと薄かったな、今。サッカー大きいんで、ちょっとちっちゃめ。ちっちゃいというよりは違う。いきます。うまい、うまい、ストップ。あー、なんでよ。あー、自分でも大きいって分かってたのに。うまい、うまい、うまい、うわー、惜しい。でも本当こうなスネークで、いや、もうでも読みは完璧でした。小野田さんのもナイスです。じゃあお先です。ナイスボギー、ナイスボギーですね。ボギー、あー、いやいや、そうだ、いやいや、それ、まあ、でもこれはすごいな。これが一旦ボギーパットですもんね、これが。そうなんです。フック、
茶色。ナイス。おー、イエーイ、ナイス。今日も良きボギー。タイム変えました。うん、ナイスボギーです。パターうめえな。5分の3でワンパットする。本当だ、やばい。俺多分普通にもうガシャガシャやって OB とかしちゃったら多分普通に負けてるの。6番ホール141ヤードのパー3です。こんな青からとこんな感じですね、景色ね。はい、なんか手前がねすごい嫌な感じ。嫌な感じです。遠く見えますもん、はい、ピンが。ちょっと引っ掛けたけど、どうだ。あー、なんとか乗った。うん、ナイスです。なんとか乗った。いいじゃないですか、もう乗ったら。あー、プレッシャー、私も乗せないと。これは125 6ユーにします。おーしょ。あー、やばい、バンカーかもしれない。いや、あ、うん、大丈夫です。超えました。向こうの、うん、大丈夫かな。足りないか。いい感じ、そう、距離感足りない。頑張れ。あ、ちょっと足りないかも。すげえ登ってる。はい、ここはここはしょうがない。はい、でもしょうがないですよ。意外とあるんですね、距離が。意外とあるな、ずっと。うまっ。うまい。あ、打ちすぎた。また止まんないですね。あ、止まらない。アメちゃんアプローチうまいな。全然止まらない、ね、雨なのになんかグリーンがすごい状態いいですよね。はい、めちゃくちゃいいグリーンだから転がっちゃう、うん、早い。しっかり打つ。ゴー。しっかり打つって。打ってない。打ってない。ちょっとショートだ。なんで今の緩んじゃった。うわ、強かった。強すぎ。強かった。強すぎました。もう一回。やばい。待って待って待って、ストップストップ、落ち着け。うわ、お先します、すいません、はい、いただきます。もったいないよ、おバカ。よし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 。うん、ナイスボギー。いやボギー続いてます、はい、私がダボなのでまた差が開いちゃいました。4打差、3打差かな。3打差か。3打差っすね。今アンドさんが3オーバー、アウちゃんが6オーバー。一応今回一応まだ決まってなかったですけど、はい、勝ち負けとかは特になしでいきますか。確かに決めてませんでした。決めてなかったですね。だいぶ今小野田さんリーダーの状況で言うのはあれですけども、まあ、僕今勝ってる立場なんで。あ、そうですね、確かに。じゃあどうしようかな、私勝ったら。勝ってだけそれがちょっとさすがに今残り3ホールで3打差、はい、で残りもうロングも終わってるので、そうなんですよ。あと残りパワー4しかないって状況なので、チャンスをください。はい、じゃあエブリワンでいきますか。お、いいんですか。いいと思います。ちょうどいいんだと思う。結構エブリワンいきましょう。ありがとうございます。じゃあラスト3ホールはエブリワンいただいて、でこれで勝ち負けだ。そうすると多分ちょっとあ、そうですね、いいですね。ハラハラする感じになると思うので。俺も緊張感出てきた、また。何がいいかな。そうですね、オーダーさん好きな食べ物とかあります。僕はお寿司が大好きで、お寿司か、静岡出身なので、はい、今お寿司言おうと思ったけどちょっとお寿司高そうだから。寿司ローでもいいですかね。全然全然、寿司ロー大好き。本当ですか。寿司ロー大好き。そんな高いのはちょっと寿司ロー大好き。寿司ロー大好き。いえいえいえ、勝てばいい。あ、そっか、勝てばいいですか。じゃあ勝ったらどうします。私が勝った、あ、じゃあ何が好きですか。私バームクーヘンです。バームクーヘン。じゃあバームクーヘンくださるんですか。もう死ぬほど。じゃあやったバームクーヘン。バームクーヘンうまいっすよね。うまいです、おいしいです。僕も好きっすよ。じゃあ食べ物交換で、食べ物交換いきましょうか。はい、はい、好きなものもらえるという。はい、わ、はいはい、かりました。いきましょう。いきましょう。お願いします。お願いします。わあ、ナイスショー。おー、お見事。いいドロー。はい、よし、もう狙い通りです。よし、ナイスです。よし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 、やばいやばい、狙い通り。お寿司レディースが261ヤードです。すごいね、レディースティー。ここちょっとね、ロケーションが。
ナイスフェード。おお、いいボール。戻ってきてくれてありがとう。ナイスショー。よっしゃ。はい。めっちゃいいフェード。ナイスです。よしよし。ちょっとやっぱバームクーヘンかかってるんで。バームクーヘン。バームクーヘンの力強い。一番がバームクーヘンの人なかなかいないですね。あ、本当ですか？いないかな、いないか。みんな嫌いじゃないけど。まあ、でもあの お土産でもらったら一番嬉しいです。はい。私あのバースデーケーキもバームクーヘンでいいぐらい、あれにろうそくでもいいぐらい好きです。六遊です。あ、やばい、引っ掛けた。いや大丈夫です。あ、なんか帰ってきた。ああ大丈夫です。でも嬉しくない。飛距離が。まあでもとりあえずはダウンしちゃった。はい。しょうがないですね。でも手前がいいんだよな、これ絶対奥切ってるね。おお、ナイスショー。大丈夫かな。止まってればいい。止まってればいいですよね。キャリーは多分よ、ちょうどちょうどぐらいかな。はい。よし、ここは私エブリはあるんで落ち着いて。42なんでちょっと56度でいきます。止まってくれてればいい感じですけど。いい感じですかね。ナイスショー。お、え？近そう。近そうだ。もうピンそば。本当ですか？わーナイス。やば。おー、切った。めちゃくちゃ近い。やった。ちょっと待って、こっからきついぞ。ありがとうございます。いやー。すごい。これはラッキーよ。すごいピンポジですね。またこれも。確かにピンポジは難しい。これはどうすんだ。奥からだとピンが近いからね。お上手。うまい。ナイスです。まあ上出来、上出来、上出来。いや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 、上出来、上出来。はい。うまっ。なぎさん、一応ここは。はい。パー取れば、バーディーになる。一応、まあ使いとしては。よし。じゃあこれ入れとかんと。慎重に行きましょう。切れるなら服だけど。あんまり切れない。ナイス。うまい。うまい。ナイスパーです。だからエブリワンでバーディー。ありがとうございます。パーパットって言われたらこの距離で震えるな。ね。プロゴルファーってみんなそうなんだろうな。普段オッケーでやらないですからね。オッケーでやらないもんね。この距離逆に。確かにそうですね。お見事。はい、ナイスパーです。ナイスパー。まあ、でも負けましたね。ちょっとエブリワンいただいているので。そうですね。ナイスプレー。これでもナイスパーですからね。皆さん、はい、ありがとうございます。アプローチがやっぱり。はい。ピンそば、うん、さっきなんで打ったんですか。あれ56度で打って、あれは本当にたまたま行きました。56、あと2ホール、あと2ホールパーパーで上がれば39っていうすごい かっこいい感じで上がりますから。やば、待ってください。いらんことなくていいんだよ。ぜひマネージャーとしてはそこを目指していただきたい。確かに、あのどっちですか、味方ですか。小田さんスタッフがちゃんと煽っていただけるっていう。そう、煽ってくださるから。あらまあ、ありがたいですね。よしよしよし、バンカー方向でいい。はい。完璧。完璧です。もう打たれた時完璧とおっしゃったよ。気持ちいい一発だったな今。あ、おお、ちゃんとバンカーも避けました。いや、すごい、ぶれない。お見事です。ありがとうございます。はい。さすがアジアチャンピオン。いや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 。ここには関係ない。いいですね。ここでは関係ないから。もっといじってください。いやいやいや。レディースは326ヤード。私も完璧と言える球を打ちたいです。いきます。あ、おー。ん？あれ？どこ行った？真下に落ち。左突き抜け。左って OB ですもんね。左は OB ですね。ちょ、もう一回暫定球打ちます。暫定球、すいません。しょー、うん、これやね、うん、1球目これがいいな。まあまあ OK、 斜め OK です。 OK、 残念。ちょっとやっぱ被ったんですね。被っちゃいました。わかる、その気持ち。あれか、これか、あ、これですね。あ、そう、悔いないですね。打てます。打てます。
いいですか打っても。ありがとうございます。大丈夫です。OB は先でしたね、OB が。はい。出せますように、短く持って。ナイスアウト。よっしゃー。OK です、OK です。このままカートで落ちちゃいます。カートで落ちてます。嘘。ETC?おー、ナイス。まずまず。まずまずです。よしよし。ありがとうございます。よしよし、フェアウェイに戻します。おー、ナイスボール。よし、あ、うん、頑張って。大丈夫。オッケー。おー。ありがとうございます。小野田さんの横です。僕の横ですね。やっといけた。はい、3打目で。わー。もっと行ってくれ。いや、ナイス。でもいいんじゃないですか。ちょっと短いか。そう。あ、でも乗ってる。いや、危ないです。ナイスです。危ない。私が102。8番でいきます。よいしょ。うん、これどうだろう。けど。ピン。あ、おー、乗った。ちょっと手前か。いや、でも、僕と同じぐらい。本当ですか？ありがとうございます。いい勝負だ。いい勝負だ。いいパッド対決ですね。そうだね。そんなに上りでどっちだろう。ちょっと吹くかな。あ、元気。けど強い。強い。あれ待って、めっちゃ強かった。はい。だいぶそこ登ってて、ここ下ってんの。いい感じだ。言うほど曲がんないか。いや、ナイスタッチ。ちょっと読みすぎた。距離感バッチリです。読みすぎた。やばい、私、小野田さん絶対それ入れるから、これ私入れないと。でも3マリ切れない。うわ、入った。うまい。今日すごいね。今日パッドがめっちゃいいです。ありがとうございます。めっちゃいい。すいません、ありがとうございます。これでナイス6ですかね。6。はい、なんで一応まあボギーやったりと。ボギーになる。やっぱりこれ緊張する。うまい、ナイスパーです。ナイスパー。よし、パーで、うん、ということで私が、まあそうなんです、ワン、エブリアンいただいてますけど、それでもボギーなので、はい、なんで3打差ですね、また。ついちゃいました、また、はい、やばい、なんで残り1ホール。ラストです。でも勝てないじゃないですか。まあじゃあ最後の最後でなんかあります。お、これは優しい、優しいですね。ちょっと上行ってきますか、うん、はい。じゃあ、はい、3打差、はい、3打差ですね。最終ホールにしてどうしましょう。最後じゃあどうしましょうか。このホールだけに勝負します。このホールで逆にハンデなしとかいいんですか。ハンデなしで、そうしましょうか。そうしましょうか。逆に山口さんもうスクラッチで、スクラッチで、はい、そう、この1ホールだけは、はい、そしたら今まで、まあ、なんで一旦負けです。なんで一旦負けて最後、はい、そうですね、このホールだけ勝負しましょうっていう、はい、お、はい、じゃあそれでいきますか、はい、ありがとうございます。いえいえ、すいません。じゃあもうスクラッチでもうここはもう、はい、そうしましょう。じゃあこのホールだけ、まず T のハンデだけで戦うということで、はい、わかりました。もう一回なしです。わかりました、はい、頑張ります。いきましょう。お願いします。お願いします。よし。あー、やっぱ怖かったな。でもまあ怖かったな。左のでも全然、まあ左にあると思います、はい、全然大丈夫だよね。あー、怖かったな。よし、最後のドライバー、よし、頑張るぞ。よいしょー。うわー、完璧。頑張って。真ん中。お会いしょ、うん、ありがとうございます。いいとこ、ありがとうございます。よしよし、ちょっと俺左に行っちゃったかな。やっぱ右が怖くて、ロケーションから、なんか青からの景色はだいぶ違いました ね、やっぱり。うわー、これは難しい。うらー、どうだ。登れ。ちょっと登ったけど、登った気がします。登ったけど、今登り入れて136で、はい、めちゃくちゃ迷ったんですけど、豪遊でいいかな。豪ウッドにしようと思ったんですけど、ちょっと大きいかな。キャリーはね、出したいところではありますけどね。行ってみよう。キャリーが出ればっていうところ。
ナイスショー。やばい、頑張れ、これはダメだ、頑張れ、ごめんなさい、止まっちゃう。なん、うん、確かにやっぱりウッドでよかった、普通にウッドでよかったと思う、あそこはっていう感じですね。残念、ちょっとつま先下がりっていうのかな、はい、つま下がりもあるし、下がってんすよね。わー、最後にこの初バンカーってちょっと嫌なプレッシャーだな。バンカー1だ、パター1だ、はい、で、はい、で、パ、それは取んないと、さすがに硬そうですね、硬そう、だから下頑張って叩きます、重そうですね、重じゃないとトップしちゃいそうだから。転がれ、おー、ナイス、うん、ゴーゴー、持っといて、持っといて、うまい、ナイスアウトです。よし、とりあえずはまずまず、はい、パワーチャンスにはつけました。そうそう、チャンスがないとね、そこでワンクッションだな。あれ珍しいまあ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 、あらよいしょ、いやー惜しい、ストップ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 、まあ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 、うん、でもでもナイスです。そんな言うほど曲がんなかった。フックのはずさ。フックフックフック。うまい。うわっ、うわっ、うわっ、やったー、やばいっすね。ナイスパーです。やパーだ、やった、すごすぎる。すごすぎる。すごすぎる、今日。今日なんかパターがすごいです、この子。今日すごすぎる。バッチリ読んでくれる、この子。これが並木チャンネルの実力ですね。いやいや、ちゃいます。こんなことないです、いつも。いつも変ですもんね、そんなにね。すごい。まあね、でも今日は入りすぎてますね。今日はめっちゃラッキー、本当にそうです。だって今5メートル、このさっきも5メートル、はい、一番最初から10メ、12、3メートル。イエーイ。あ、そうか。これで、そうか。入れてボギーで。入れてボギーだ。はい、いるこれもうおまけのもういるありがとうございました最後やっとくかじゃ、ありがとうございます、あー最後やっちまった、ありがとうございます、そうか最後ダボだ、はい、ということでキーホール対決終了いたしました、はい、お疲れ様でした、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、一応なんか8ホールプレイさせてもらって、はい、もうその時点では全然小野田さんが勝ってるんですけど、はい、小野田さんの優しさで最後じゃあこの1ホールで勝負しようと言って、そうですね、一応それで勝負させていただいた結果、はい、最後は私が一応すいません、参りました、いやいやいや、すごいパット、でもなんか、まあ、今日は最初からパッティングがすごい良かったですよ、いやいや、まあそうですね、良かったのもあるんですけど、うん、でも普通にあのね、キーホールで考えたらやっぱ小野田さんの方が全然、いやいやいや、まあそうですね、僕もまあドライバーティーショットがちょっと途中曲がりましたけども、それでもまあこんな感じですかね、僕のゴルフはめちゃくちゃお見事でした、初コース で結構ごめんなさい、ね、トリッキーなコース選ばせていただいて、いやいやいや、でその かつ青ティーから回っていただいて、ね、小野田さん的にはどうですか、自分の今日のプレーは。そうですね、ドライバーがまあそこそこいけばウェッジなんで、うんうんうん、今日ロングアイアン7番6番5番そんな使っ1回も使ってないですよ、でユーティリティは1回だけなので、はい、やっぱりドライバーがまあそこそこいけば、うんうん、次ショートアイアンだからまあドライバー次第だった、途中ね3番でちょっと曲げてそこからリカバリーでっていうのありましたけれども、まあ、できすぎじゃないですか、いやめちゃくちゃリカバリーもナイスすぎて、お手本でしたもんね、最初すごい緊張してたんで、はい、なんか振るというよりかは右にも左にもちょっと行きたくないなっていうでロケーションがねやっぱ崖崖になってくると、うんうんうん、うわこれはちょっとどうかなっていう感じでしたけど、はい、まあそれでもできすぎです、いやもうナイスプレーでした、いやでも並木ちゃんの最初の10メートル以上のパッティング入った瞬間、これエブリワンとかそんなのいらねえなっていう感じでしたけどいやありがとうございます、私も今日は本当に一緒に回らせてもらって、釣られてよかったので、この調子で一人でも回れるようにちょっと頑張りたいなと、百切りを白 T から頑張っていただいて、 それを視聴者としては頑張って応援していきたいと思います、ありがとうございます、はい、ぜひまたあの、ね、今回1回目でしたけども、そうですね、またぜひやらせていただいて、引き分けることですか、一生いっぱいってこと、一生いっぱいそうなんです、ということでいいんですかね、はい、じゃあ次はテニスで対決ですか、お
はい、そうですね。ということで、小野田さんのチャンネルの方でも、はい、私テニスやらせていただいてますんで、はい、でもね、お話聞いてるとなんかゴルフとテニスはすごい似てる部分もあったりありますね、うんうん、ただやっぱハンディ競技ではないので、うんうん、対決っていうのはちょっと難しいですけど、ナミちゃんがこう、はい、ラリーをしっかりできるぐらいまでには、はい、ちょっと教えていきたいと思いますので、ぜひそちらもテニスプレーになってるかもしれないので見といてください。ナミキテニスチャンネル嘘です。はい、そんなのもやってみますので、はい、ぜひこちらのチャンネルもご覧ください。で、今日はね、すみません、雨の中でしたけども、いい、どんどんない、楽しかったです、すごい楽しかったです。ありがとうございました。ぜひまた今度なんか、例えばダブルスとかもまた面白そうなんで、はい、ぜひそういうのもやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。ということで、今日は小野田さんでした。ありがとうございました。